はようございます。エアープランツの滝です。今日は大倉山にやってまいりまして、 HTB カップスキージャンプ競技大会の観戦に来ました。観戦といってもですね、エアープランツがご利用ししている竹内拓選手の応援に今回はちょっと伺ってですね、ちょっと初めてのジャンプ台とこのジャンプ競技場を見学させていただけることになったんですが、見えますこれ、見えます？見えるよ。アホちゃうこれ、やばすぎませんこれ。見える。あんな上から行くのこれはちょっと行きのね、丸山動物園ぐらいから見えるんですけど、ちらっと、山肌10秒ぐらいでシャンって行くのみたいな、人間ってすごいなという。これやっぱりバンジーどころじゃなくない？じゃあ、やばいよ。だから気持ち繋がってねえもん。むしろ何メートル飛んで、このテレマークね、テレマーク、はい。テレマークをいかに綺麗にするかみたいなところがあるとは思うんですけど、はい、先ほどね、練習の試技が終わって、はいはい、でちょうど吹いてきちゃったんですよね。うん、で、今、ちょうど競技が中断している状態で、うん、また大会委員からの公式通知が出て、うん、試技何本やるかとか。っていうことで今またアナウンスが始まっている状態ではあるんですけど、はい、できれば見れるといいですね。そうですね、選手たちの安全が第一だとは思うんですけども、はいはい、できれば1本2本見ながらていうかすごいこの喋ってる間も天候変わってきてね、もうなんかもう見えなくなってきますもんね、スタート地点がね。見たこともない粒の大きさの雪なんだけどちょっとにほんとまあ、今日この動画の最後で僕ら耳取れてるかもしれないんで、そうっすね、はい、僕はちゃんとこう保護してますけど、じいさん今ネイキッドスタイルなんで今、そうっすね、頭ネイキッドだからフルカウルにしないといけない。そうっすね、フルカウルで行っていただきたいなと思うんで、ちょっと手取れない、大丈夫ですか？これちょっと手首から取れない。今日手ぶれがひどい可能性がある。そうそうそう、ガクブルで、そう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 、ありえます。そういやでも本当だ、めっちゃ降ってきた。もう今このオープニングを撮影しているだけでも天気これだけ変わってきて、そうそう、雪が当たって痛いってある？ペチペチ言ってますよね。多分このマイクにも入ってるかもしれないですけど、ペチペチ言ってるんで、ちょっとまたいろんなところでアングルも見ながら、やっぱりスキージャンパーたちのすごさっていうところを少しでも体感できたらいいなと思います。そうですね、再開できるのをちょっと待ちましょう。そうですね、再開をちょっと待ちましょう、はい、寒い寒い。今日の経点というかわかんないですが、今日は123メートルの部分が経点ということで、ちょっと薄くなっちゃってますけど、赤い線が引いてあるそうです。で、飛距離の判断はこうそれぞれ立っている役員がいるんですけども、競技役員の人が目視で判断されています。なので僕たちもここにいれば多分飛距離はかなり見えるんじゃないかなというのと、大会役員室がありまして、一番左の上に5つ窓が並んでるんですけど、あそこに5人の審査員がいて、5人がそれぞれ10点満点で得点を出して、一番高い点数と一番低い点数をカットした真ん中の3人の点数の合計点が飛型点になるんです。すごいです、風すごい痛い。今回寒い禁止ですから、ね、ちょっとこれ葉っぱなの、これ葉っぱなんか人工的なものらしいです。
でも意外と圧接されてないんですね。これで画面で伝わるか分かんないですけど、意外にこうふかふかしてそうです。もちろん入れないんですけど、でもここにいるとすごいですね。あの選手が風を切ってくる音がすごい聞こえてくるのと、やっぱり風にすごい左右されるんですね。とカメラワークごめんなさいね、もう痛いです。すごいこう風に左右されてですね、こう選手が飛ぶ間は本当に音楽もなくなるんですけど、そんな時はにね、あくそーとか風がみたいな声が聞こえてくるのは、ちょっと待って、聞こえに耳、俺耳ついてる？耳大丈夫ですか？あれついてる？はい、耳ついて、耳取れてるから大丈夫。耳取れたかと思った。やっぱ帽子いる。はい、あのさ、はい、これちょっと背中向いて、ちょっと待って、こんな雪見たことある？すごいですね。マジすげえ。ここ原型が分かんないですよ。どこまで行けるか分かんないですよ。これ雪まみれてる。ね、これ何ほら。ちょっと行っちゃう？え？行っちゃう？ですか？行っちゃう？じゃあ失礼させていただきます。はい。整えて。ちょっとはい。これ怒られる。写真もいいとこです皆さん。本当にダメですよこれ。やっちゃダメです。これマナー違反です。これはアホです。そうですね。中断時間に何やってんだと。そうそう。いうあれになります。今競技が中断しているところなので、この後また竹内選手が結構回復すればそうですね、飛ぶであろうということなので、はい、この間近で試させていただこうかなと思います。はい。閉店前ぐらい。災害。いいよいいよ。全然ちゃう。